おはようございます。今日なんですけど、新技トリプルアクセルを持った、鉢巻きマニューラーを使っていきたくて、なんかトリプルアクセルっていう技が、連続技でちょっと特殊な技なんだけど、3回連続で攻撃出して、連続攻撃当てるたびに威力が上がるっていう。で、これに、こだわり鉢巻きの補正を乗っけることにより、3回連続攻撃なんで、ミミッキとかの化けの皮にちょっと強いんだよね。鉢巻きトリプルアクセルでミミッキをぶっ飛ばせるぐらいのパワーが出るらしいんで、化けの皮貫通してね。なんで今日はこの浅田真央型マニューラとともに、ランクマを駆け抜けていこうと思います。引っ越したんで、引っ越し先でのインターネットの開通コーチの日程を調整するために、携帯のショートメッセージを開いたんですよ。そしたら、妹から約7年間ぐらい会ってないんだけど、妹から連絡来ててね、震えましたね。久々に会いたいな、みたいな。で、ショートメッセージだから、これスパムかなみたいな思ったんだけど、〇〇ですっていう自己紹介の文がね、最初に入ってたんだけど、名前の漢字がね、完全に一致してるんですよ。で、俺が福岡県にいるっていうことまで知ってたってことは、スパムじゃない気がしてきて、今震えてるんだけど、ちょっと対戦していこうと思います。マニューラー、ドラパルトはね、型次第ですね。マニューラーで有利取れるかどうか。マニューラー初手でいいかな。ミミッキュ、比較的ミミッキュをね、誘いやすい並びにしたつもりなんだけど、ルカリオ、アシレーヌとか、いやでもマニューラから入ってコータスから来るとめんどくさいからアシレーヌから入った方がお得か。でもアシレーヌから入った場合相手が初手にパッチラゴンから入ってくるとちょっとめんどくさいけど、ルカリオとかマニューラとかタスキの可能性が結構高いし、パッチラゴンから入ってこない読みで、パッチラゴン以外だったらメガネアシレーヌでおそらく有利取れるんで、あとドラパも台場切られたらアシレーヌだとちょっときついかもしんないけど、比較的有利が取れるってことでアシレーヌから入りました。頼む。タッチラゴン以外だったら、なんでもいい。わかんない。もう韓国語で書いてあるから。終わったーいや、これ終わったよないや、受け入れないんですよね、裏電気技。相手のパッチラゴンがでも第3打だったらあれかワンチャン、メタモンでパッチラゴンコピって無理やり受けに行くみたいなルートあったか。いや、でも受けた後に、相手のパッチラゴンに対してやれることが、ないからちょっとここ死んでもらうか。ワンチャン相手のパッチラゴンが甘えて、大ジェットとかから入ってきてくれたら、アシレーヌが耐えて、切り返しのメガネムーンフォースで、相手のパッチラゴンを倒しに行けると思うんで、これ死んだらどうしよう。やべ、第3弾打ってきた、普通に。これ死ぬわ、さすがに。ちょ、待って、これ。第3弾なんで素早さ上がってないからマニューラで上取れるんだけど、これ、鉢巻きマニューラのトリプルアクセルで、ダイマックスした、パッチラゴンで飛ばせるんかな。いや、だからそれしかないよな。メタモンから入って相手のパッチラゴンコピって、台場したとしても結局同速対決になっちゃうから、信じるしかねえ。お前やれるのか、マニューラ。トリプルアクセル威力換算すると、結構高威力の物理氷技になるらしくて、一発目あれこれいける ?2 発目はこれの2倍でしょ。いけそうな雰囲気ある。いや、これ落としたらめっちゃすごいよ。落ちたんだけどいや、思ったよりパワーあって草なんだけど。いや、これ耐えられてこの動画自体ボツになるかなと思ったけど、落とせて、衝撃的展開。で、相手の裏なんだ相手のダイマックスポケモン処理できたんだったら、こっちまだダイマックス切ってないから、展開的には、まだワンチャンどころか2チャン、3チャンぐらいあるけど。これなんすかエースバーンか。マニューラがこだわり鉢巻き持ってるから、アクセルブーストしか打てないんだけど、これ多分相手のエースバーンをラストメタモンでコピって展開するのが一番強いんで、ここはトリプルアクセル打ちます。これワンチャン落とせるとかない。いや、さすがに半減で落とせるは、さすがにないか。でも思ったよりダメージ入りましたね。全然いいぐらいのダメージ入ったんだけど、で、火炎ボールで、落とされるけど、問題は相手のラスイチが何かゲーミング部だけど、割と何でも勝てそうな雰囲気はある。妹から連絡来るのとか、普通だと思う人の方がね、多いと思うんだけど、7年間、会ってないし、連絡先も別に教えてなかったんだけど、どこで僕の連絡先手に入れてきたのかわかんないけど、共通の知人とかいたのかな。さすがに7年間会ってないと、あれですね、そこら辺にいる知らない女の人と話すよりも、精神的に苦しいですね。相手の裏、これ、台場して大ナックルでいいかな。いや、待って、これ、台場して大ナックル押したけど、相手のエースバーンが飛び跳ねてきたらまずくないっすか？ちょっと待って、あれこれ選択ミスった？いやなんかさ、ここさ、まあ、こっちのメタモンがこだわりスカーフ持ってるから、まあ、相手のエースバーン倒すだけだったら攻撃しといた方がいいかなと思ったけど、技外す危険性があるんですよね。エースバーン大マックスさせないと。で、ここを相手が取ってくる、こう、まずいことになった。まずいことになった。ちょ待って、これまずいことになったって。え、これってリベロって、攻撃はさ、当たんなくても格闘タイプになるんだっけ？やば。あれ、自分から、相手が飛び跳ねたところに、格闘タイプになりまーすつって飛び込んでったんだけど。ちょ、やばいやばいってこれ、どうしよう。ああ。マジでクソありえんプレミして負けたわ。マリウラめっちゃ活躍してたのに、後半のガバプレイのひどさはこれやばいでしょ。一つだけ言い訳をさせてほしい。動揺してるんですよ。僕にとっての、その、家族ネタってのは、精神をえぐり取る。てかあんまりね、悩むことないんだけど、僕ね、数少ない悩むことが、なんかそういう家族の爆弾みたいなやつなんだけど、まあ、それを今投げられてるから、今日から3日間どういう精神状態で生きていけばいいのかわかんないですね。ということで、カラタさんよろしくお願いします。またエースバーンじゃん。まあ、結局なんかそのあれだよね。まあ、今ランクまでやってるんだけど、まあ、新環境開けたとしても、まあ、一番ポケモンが多いのは、まあ、エースバーンと。まあ、アシレーヌからでいいかな。なんか、初手アシレーヌ投げとけば一方的に不利取りそうなポケモンがいないから、ミミッキュがちょっときついんだけど、まあ、ミミッキュに対しては、アクアリターンから、なんかマニューラとかメタモンにつないで切り返していけば良さそうなんで、アシレー、メタモン、マニューラ、これでいこうと思います。よろしくお願いいたします。もう不思議と言葉も片言になってきてるしね。相手の初手なんだろうな。ドリューズとか、まあ、個人的に一番嫌なのは、まあ、ミミッキュかな。アシレーヌは、まあ、ミラー、最悪。てか、ミミッキュから来るんだったらマニューラから投げて、トリプルアクセルでミミッキュかもるみたいなシーン撮りたかったけど、まあ、ここは、まあ、剣舞から入ってきてくれるのが一番アドなんだけど、クイックターンでしたね。技名まだ覚えれてないわ。遅くね、相手のミミッキュ。アシレーヌより遅いのやばいでしょ、これ。何これトリックルーム貼ってきた。相手トリル貼ったところで、トリルカビゴンとか、トリルアシレーヌみたいなこと？いや、俺マニューラ出したくないなぁ。トリルはもう分かってるから、この素早さ関係的に。まあ、一回メタモンから入って、で、相手のミミッキュコピーして、影打ち誘って、アシレーヌバックして逆にトリル利用していくか。トリック？あ、これあれか、高校の尻尾か。なるほどねー。あ、そっちね。でもスカーフあげます。こいつ技構成どうなってんだこれスカーフあげたけど相手のミミッキュここ何してくるんだろう。こだわりスカーフ、もう一回トリックとかしてくるんかな。いやでもトリックしてきたら結局高校の尻尾押し付けれるから、やることないから、デンジャーかな。いや、鬼火打つべきだったか、デンジ打った。デンジャー、はい。で、こっちもデンジャー打ってるんで、相手のミミッキュもこっからデンジャーを打つだけの機械になっちゃった。うんち。いや待って、ここデンジャー打たない方がいいか。なんかドリューズに引かれるとめんどくさいから、鬼火の方がいいかな。ドリューズ意識するんだったら鬼火なんだけど、まあ、一回鬼火打って、ドリューズ以外だったらデンジャーの方がお得な気がする。でも個人的にはドリューズに展開される方がきついんで、まあ、ここは鬼火から入ろうと思います。相手からしてもめちゃくちゃ難しいと思うんだよね。デンジャーが飛んでくるか、鬼火が飛んでくるか、突っ込んでくる。一生デンジャーを打ち続ける。そういう覚悟をしたと。デンジャーを打ち続けて死ぬ覚悟が、まあ、あのミミッキュにはできたと。で、鬼火打って、まあ、ここね、相手のミミッキュどうせやけどダメで死ぬんで連打します。じゃれつくは打つ必要ないんで、まあ、次デンジャー打つか。これ完全に気分。あ、次デンジャーでーみたいな。次鬼火でーみたいな。これなんか、意識して選んでるわけじゃなくて、オッケー。まあ、適当ですね。オッケー。刺さっていく。まあ、こういう適当プレイも大事と。爆打完全に。コイントスした結果、たまたまデンジャーのターンだったってだけで。オッケー。ここ動いてくれるの偉くて、相手のアシレーヌを痺らせる。これトリックでいいよな。高校の尻尾相手のアシレーヌに押し付けて、相手のアシレーヌが何型か見ようぜ。まあトリックにしとくか。身代わりとかだとうざいけど。ちょっと動画連続で撮ってるからめっちゃ喉乾いたんで、水飲んでいいっすか。南アルプスの天然水。いただきまーす。あー。まあまあまあ、一回痺れて相手の足レーン削れなかったけど、削れなかったっていうかトリックできなかったのか。まあ、リンジャー入れてくれたんで、まあ、良きかなってことで。まあ、これはマニューラから入っても、相手の足レーヌに打点ないんで、まあ、足で投げて、これ相手の足レーヌまひってるし、こっちの足レーヌこだわりメガネ持ってるんで、打ち合い多分勝てると思うんだよな。引っ込めた。あ、ミミッキュ切りか。ミミッキュクッションにして、まあ、誰か出してくるみたいな展開だと思うけど、でも言うてでも、足レールに絶対勝てるみたいなポケモン、相手の裏おらんくない？カビゴンが一番きついけど、まあ、エースバーンも怪しいし、まあ、ドリューズも怪しい可能性あるし、まあ、キッスも怪しいし、なんか、まあ、全部なんか、負けるわけじゃないけど、勝てる、あ、キッスが、勝てるかっつったら微妙みたいな。いや、待ってこれ、大魔、いや、ここの正解多分、マニューラ投げだと思うんだよね。あれこれサムネマニューラの動画になってるはずなのに、じゃあこれ相手がやってくる行動はダイジェットかエアセラなんだよね。エアセラだったらマニューラ結構特防高いから一発耐えるし、まあ、ダイジェットだったとしても、ダイジェットだったとしても、まあ、相手のキスの大魔ターンをマニューラを生贄に捧げることで一旦、消失させれるから、マシレールで詰めていける可能性が、まあ、上がるっていう。マニューラの動画のはずなのに、なんか、まあ、1戦目は結構活躍してたけど、僕の沼プ心の動揺により、なんか負けてしまって、あ、大草原か。いや、これ耐えますよ。いや、マニューラ結構特防高いからね。てか、マニューラ、そう、あれ、なんだっけ、もともと特防高いから、なんかワンチャン大ジェット耐えるかなみたいな感じで適当に投げたんだけど、大草原で、あ、弾か。弾大草原でこれだったら、大ジェット耐えたんじゃない？ワンチャン。相手のトイキッスが命の頭を持ってない前提のダイジェットの話ね。で、これは問題がトイキッスに対してトリプルアクセルがどれぐらい入るかなんだけど、あ、結構活躍し始めたぞ。一発、あ、急所ね。二発目。あれこれなんか飛ばせそうじゃね？あれもしかして、ハチハキマニューラ始まった？ハチハキマニューラなんか、ダイマトイキッスとダイマパチロゴンぶっ飛ばしてんだけど、こっちダイマックス切らずに。もしかして始まったこれ。倒して、で、相手、ラス1、まひってるアシレールなんだけど、こっち、ダイマックス切ってないから、さすがに勝ちましたね。アシレールミラーでダイマックス残してるんで、温存してるんで、負けるわけがないってことで、アシレール出てくる、まあ、本当はミミッキを化けの皮貫通して倒せるみたいな絵面を撮りたかったんだけど、まあ、代わりに、他にいい絵が撮れたんで、まあ、ぜひハチマキマニューラ使ってみてください。結構ね、まあ、氷の技範囲が広いし、マニューラ自体の素早さが高いから、まあ、割とポテンシャルはあると思いますね。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、お願いします。